人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は幽玄坂だ。なんだこの霧。ここはダメだ、引き返せ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな、危ねえぞ。何だろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな、片付けろ。行けるぞ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。片代か、使えそうだ。ここはもういい、目的地に行くぞ。なんだこりゃ。何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片代を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。
いいから探せ。あったよ。受話器を取れ。俺がつなぐ。何これ？エドが作った装置だ。そこに片代をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置。あいつ、余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。邪魔するなだと？なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。やばい、戻らなきゃ。エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。これって何？今はいい。先を急げ。何か使えるものがあるかもな。そこの2階だ。ここあんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだこれ。これは俺が調べた事件について書かれてる。何かの参考にはなるかもな。
これってあんたの本？うん、ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん、消された人間は5万か10万、いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。なんだよこれ。気に入ったか、持っていけ。こんなものどこで。職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ。国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。誰？仲間だ。え？だったと言うべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。確かに。お前は代わりにやってくれるか。やだよ。結界だと？マンションごと押し潰す気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。結界の要だ。こいつを壊せ。他にもあるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押し潰される。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。
数分だ。急げ。まださっきの石があるはずだ。探すぞ。どこに行けばいいんだ。よく調べる。何かあるはずだ。行き止まり？いや、上に行けそうだ。なんだ。近いぞ。周囲はこいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった、結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる？違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これは、さっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって、汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。汚れの中心だ。破壊しろ。汚れに囚われていたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろ。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあどうだろうな。撫でてる場合じゃねえだろ。
あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。人がいなくなって妖怪が出てきたのか。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。おっ、びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。これでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。鳥居を浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。アレビトの気配がする。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。エーテルが足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。
技を習得できるくらい強くなっているぞ。何を覚えるかは任せるよ。おい、準備しろ。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所も分かるはずだ。あ、なんだ。これでよし。こいつは使えるぞ。よっ。寄り道した甲斐はあったな。次は情報を集める。渋谷を見渡せる場所はないか。陰りへの展望台とかは悪くない。一体どこに行ったんだ。あ、なんだ。平穏に過ごせるってことかな。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。あいつ、気をつけろ。体がでかいだけじゃなさそうだ。
あれは？何あれ、蛇みたいだ。ああ、おっかねえな。力を使え。見えないものを炙り出すんだ。工事現場か。何か感じる。調べるぞ。魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。これで少しは戦えるな。鳥があった。汗が出たよ。これも強い力を感じる。ここらの霧も晴れたはずだ。影里へに向かうぞ。
駅の南側に影里への入り口がある。そっちに行こうか。君が悪いな。今はどこでも君が悪いぞ。気にせん。今だ。猫にほ…再開発したって今の東京じゃ意味ねえな。戦うしかねえな。
このエレベーターはまだ使えそうだぞ。気になる場所は力を使って調べてみる。やるじゃねえか。できればもう戦いたくないな。社に何かないか調べておけよ。バッチが足りだな。この神社はね、昔ここにあったの。
札か。これも使えそうだ。手に入れたお札を試してみる。で動きを止めればこいつでも手も足も出ないみたいだな。うん、いいねこれ。影に手っ取り早く外から登っていくぞ。使えるものがないか注意を払え。この辺も変わっちまったな。昔を知らないから何とも言えないよ。ガキとは話が合わねえから困るよ。乗ってきた。少しずつ強くなってるぞ。もう大丈夫だよ。おい、レイが連れて行かれるぞ。助けなきゃ。やってきたぞ。
けられたか。上だな。そこに何かあるぞ。それでいい。なかなか似合うじゃねえか。よし、町を調べてみよう。双眼鏡がある。あれで見てみるか。あいつ、さっき見失ったやつだ。
地下に降りていったな。そこに奴らの拠点があるのかも。何回も逃がしてたまるかよ。追うぞ。電車も来ない。町が死んでる証拠だ。Thank you.
りの声が聞こえる。助けてって。これは渋谷ラブハチだよ。渋谷のマスコット。またここに来ちゃったな。もう用はない。行くぞ。こんなもんか。通ったはずだ。
力をうまく使えよ。肉体こそが君たちの漆黒なんだ。魂は常に肉体に寄る。向こうか。哀れにも理不尽にもだ。魂が肉体の道連れとなり、その地位を貶められる必要などない。肉体を捨て、また痕跡が消えた。このまま進むぞ。何かあるはずだ。落書きかよ。可愛いから許されてるんじゃない？ところばっかりだな。戦うしかねえな。ちょっと懐かしいね、これ。
れを固めるんだ。おい、タバコ山で売ってるのかよ。それがあれば高いところまで飛べるはずだ。珍しいものが売ってるな。あ、エンジンがある。好きなんだよな。こういうの意外と買っちゃうんだよな。キュウリだけ持っていてもな。終わったか。さっさと行くぞ。地下鉄の中を歩いたのは初めてだよ。俺は仕事で何度かあるぜ。国の番犬ってやつか。そっちじゃないな。化け物退治の方だよ。奇妙な現象が。歓迎されてんだと思え。もう少しおとなしい歓迎がありがたいよ。こんなところがあったな。
誰も気づかなかったのか。ああ、この東京で誰にも知られず地下でうごめいていたんだ。化け物そのものだな。ここにあいつがいるのか。だといいがな。待て。何か感じねえか。警備員ってわけか。あいつが近い証拠だ。絞り上げて吐かせる。なんだよこれ。うろたえるな。冷静にいいぞ。ドアが軽いじゃねえか。それを戦いに行かせよ。あいつ、僕らと構えが似ている。油断するな。あの化け物、動きがいいぞ。はい、分かってる。やるな、筋がいいぞ。何の音？化け物がわめいてるんだ。惑わせやがって。まさか。なんだ、どうした。
いつどこまで行かれてやがるんだ。待って、どういうこと。早くこてろ。おい、なんで攻撃しないんだ。こいつは俺だ。あいつ俺の体を操り人形にしてやがった。何？ケーケー、倒せってのか。俺の体だぞ。逃げよう。いや、奪い返す。俺の体返せ。お兄ちゃん、また忘れてるでしょ。今日お母さんの三回忌だよ。お父さんの時だって一度も会いに行ってないじゃない。またそうやって逃げるの。逃げてるだけじゃ何も変わらない。違う、僕はただ違う、違うんだ。戻ったのか。剥がされた。じゃあなんで僕は生きて。あれでだとしたら、消えてる全部、力も経験も。どうすればいい。マリをどう探せば。あそこなら K の力がないから正面突破は難しいな。
まだいるのか。なんとか切り抜けなきゃ。正面からは戦えないな。外か。あのマンションは北か。なんとか戻ってこれたな。なんだ、誰だ。写真の。ずいぶん仲良くしてたみたいじゃない。あの口の悪い男と。で、助けたいのね。でもできるかしら、そのおもちゃだけで。力が必要でしょ、彼の。でも、どこに連れて行かれたかわからない。あなた、やっぱり気づいてないのね。彼とのつながりは自分の中にあるってことに。え？これ彼に渡してくれる？大切なものだから。
がりって冗談だろ。この先に KK がいる。僕らはまだつながっているんだ。僕の中に KK の力がまだあるんだ。あんたの力が必要だ。行くぞ。
せえんだよ、ノロマが。助けに来るって分かってたような口ぶりだな。助け？何様のつもりだ。俺の力が必要だから来た、そういうことだろ。それはアジトで女の人から押し付けられた。はあ？あいつ生きてるのか。いや死んでまで世話焼きとはな。家族だろ、あんた。助けるために。お前には関係ない。俺とお前は進む方向が同じ、それだけだ。これはしまっておく。で、来るんだろ一緒に。人に物を頼む態度じゃねえな。頼んではいない、取引だ。お互い拒否はできない。後悔すんなよ。仲良くしてやってくれよ。仕方ねえな、遊んでやる。一気にぶっ飛ばしてやる。抵抗するんじゃねえよ。すごい力だ。俺たちが共鳴すればこれぐらいできるってことだ。これでいい。器は満ちつつある。マリガー取っておけよ。これお父さんとお母さんの？うん、結婚記念日にあげたやつ。ありがとう。大事にするね。私の役に立て。お兄ちゃん。なんだ。
つ始めやがったな。マリー、時間がない、急ぐぞ。